ていきまーす。何が入ってるかわからないんでね、非常にドキドキして、自衛隊岡山地方のツイッタークリスマスプレゼント企画。うわー、見てください、こちら。今日も始まります、ビチューブ。今回はですね、自衛隊関連の、ものを取り扱っていこうかなと思うんですけども、この自衛隊の企画とかでいただいた参加賞みたいなお土産ですね、お土産2つと、こちらですね、この封筒、自衛隊岡山地方ツイッタークリスマスプレゼント企画と書いておるんですけど、まあこちらね、クリスマスプレゼント企画ということで、ツイッターをリツイートして岡山地方という、タグ付けをしますと、抽選でね、何人かにそのプレゼント配布ということで、なぜか珍しく当たってしまったということで、まあ、今日はね、こちらの品をね紹介していこうかなと思います。ちょっとね、気になるものがかなりあるのと、この中身とかもランダムで何個かグッズがあって、その中でランダムに、振り分けられるというかプレゼントされるということで、まだ中身がわからないんですよね。はい、というわけで今日はこちらを開けていこうかなと思います。まずはこちらで、ちょっとこちらを開けていこうかなと思います。こちら、おっしゃ、おっ、おっ、おマスがですね、こうなってます。おっ、創設55周年記念日本原駐屯地、いいですねこれ。もう日本原駐屯地創設55周年記念行事に配布されるお酒ということで、こちらが津山市の酒造名、いきます。うわー、見てください、こちら日本原駐屯地オリジナルです、これ。うわー、すごい、これ見てください。はい、続きましてはこちらです。農家、自慢のお米ということになってます。こちらが、奈義町のお米ですね。その駐屯地の近くで採れたお米ということになっています。これも出来たてですね。もう出来たてと取れたて、今年の新米ですね。2020年の11月27日です。もう出来たてです。じゃあお餅が入ってます。これも奈義町さんのお餅ですね。こんな感じになってます。新鮮なねお餅ということです。梅干しですね、はい、こちらも奈義町な奈義町の梅干しということで、ちゃんとこの奈義と書いてます。
続いては最後、最後にこの日本バラ駐屯地の、お土産の中で最後、この缶バッジが日本バラのエンブレムの日本バラ駐屯地のエンブレムの缶バッジがついています。今胸につけたり、どっかつけたりね、するようです。いいですね。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、こちらですね、まあ、自衛隊の岡山地方協力本部ということで、まあ、略して岡山地本ということで、僕も、結構この本部にはいろいろとお世話になりましたね。はい、というわけでこれ早速開けていこうかなと思います。いきまーす。もう何が入ってるかわからないんでね、非常にドキドキしますね。おお、これは、おお、これは、おマスク、うわお、マスクとピンバッジが来てますね。でこれマスクなんですけども、この自衛隊のね、エンブレム、これ海上自衛隊ですかね、こんな感じです。海上自衛隊のやつのやつですね、こんな感じです。もしかしたら隊員が使ってるやつなのかなと思います。いいですね。で、バッチですね。はい、日本のとその海軍かな、海軍というか海上自衛隊の、はい、防衛省の関係の、岡山地方協力本部、岡山地方のこの自衛隊のイベント、参加イベントですね。こんな感じで、これが来年なのかな、こういう感じになってます。開けていきましょう。まあ、いろいろとその、自衛隊の、陸から海から空までの職種の紹介をやられているということで、まあ、まあ大まかにはまあこういう感じですね。職種というかこの、組織の感じですかね。普通科とか、簡単に説明してくれてます。はい、こんな感じでお手紙が来ました。当選者様、商品送付のご案内と、平素より自衛隊岡山地方協力本部並びに岡山地本公式ツイッターの応援くださりありがとうございます。この度は目指せフォロワー1万7000人クリスマスプレゼント企画のご応募ありがとうございました。早速ですが厳選なる抽選の結果ご当選されました。おめでとうございます。今後とも、防衛省自衛隊、自衛隊地方協力本部、末永くお引き立てくださいますようよろしくお願いします。素敵なクリスマス になりますようにということです。こんな感じでいただきました。はい、というわけでまた、来年もね、なんかあればぜひ、ご連絡というか協力しようかなと思ってますので、まあ、引き続き、2021年もよろしくお願いします。はい、というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。